人口11万人台最強都市決定大会準決勝 A 組、門真市 VS 新居浜市 VS 浦添市 VS 彦根市 VS 長浜市、さまざまな都市データをランダムに対戦させる論より証拠の10連戦で勝ち抜き都市を決めます。1回戦の成績は以下の通りです。上位2都市が決勝進出となります。1試合目、生活関連娯楽業と製造業アルファ価値額の門真市の1点差勝ち、小売業従業員数の浦添市が2。2試合目、製造業従業者数と実質交際比率の長浜市の勝利、経常収支率の新居浜市が2。3試合目、宿泊飲食業売上の彦根市の競り勝ち、財政力指数の浦添市が2。第3試合終了時点、門真市が首位ながら事情確中の序盤戦となっています。4試合目、小売業年間商品販売額と年商人口比の浦添市の勝利、昼間人口密度の門真市が2位。5試合目、中間人口比と一般診療所数の門真市の解消、1万人あたりの指数の浦添市が2位。第5試合終了時点、門真市と浦添市が一歩リード。6試合目、加重地人口密度の門真市の僅差勝ち、製造品出荷額の新居浜市が2位。第6試合終了時点、門真市が首位固め。7試合目、運輸郵便業売上の門真市の1点差勝ち、一般病院数の新居浜市と商業販売役の浦添市が2位。第7試合終了時点、門真市の2位以内が確定。8試合目、小売業従業員数と財政力指数の浦添市の解消、歯科医指数の門真市が2位。第8試合終了時点、浦添市の2位以内も確定。9試合目、製造品出荷額と建設業売上の新居浜市の勝利、サービス業売上の門真市が2位。第9試合終了時点、新居浜市が単独3位に。最終戦、製造業アルファ価値額と現金給与総額の門真市と学術研究業売上の新居浜市の同点勝利。全10試合の最終結果が出ました。門真市勝ち点74、浦添市勝ち点49、新居浜市勝ち点42、彦根市勝ち点30、長浜市勝ち点14。門真市が5回1位の強さを見せて優勝。安定した強さの浦添市が2位。この上位2都市が決勝進出です。新居浜市は惜しくも3位、彦根市と長浜市の滋賀県勢は4位と5位でした。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつこの動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。また動画の感想、コメントやリクエストをお待ちしております。次の準決勝 B 組以降の戦いもぜひお待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。